熱海温泉は静岡県熱海市にある温泉である。日本の三大温泉の一つとも言われる。塩化物泉の源泉が過半数を占めている。山沿いは硫酸塩泉の源泉が多い。古くは大半の源泉が硫酸塩泉であった。ボーリングによる源泉開発を多数行った結果、地下の戦脈に海水の混入量が増えたため、 潜出が変わった。かつては、東海道本線線路付近に位置する源泉は、塩化物、硫酸塩温泉であったが、昭和後期より塩化物温泉に変わった箇所が多い。しかし、他県の中性の塩化物温泉と比較して、硫酸塩の成分が多く入っていることから、弱アルカリ性となり、肌触りが滑らかなのが特徴。 温泉街の土産物店1950年の熱海大火で消失した熱海銀座商店街、伊豆半島北東端、熱海駅の北東から南東にかけて、相模灘に面する海沿いに旅館やホテルが立ち並ぶ。眺望を求めて山腹に立地する施設もある。昔からの温泉街は山の裾野にある駅近辺から海岸沿いまで広がる。 熱海駅併設のラスカータミヤ駅近くの商店街、菊も角のような観光施設、海浜の海水浴場や、さらに南側にある西木ヶ浦や熱海城、沖合に浮かぶ初島まで含めた観光地となっている。熱海駅は伊東線の始発駅で、伊豆観光の東の玄関口的な立地ともなっている。家康の湯外来入浴が可能な。 日帰り入浴施設が多数存在する。共同浴場は、下記の3件存在する。多くはひなびた、共同浴場であり、熱海の観楽的雰囲気はない。温泉街には、熱海七湯と呼ばれる、江戸時代までの古くからの七つの源泉が存在したが、明治以降の周辺での源泉開発の影響で、かつての自然湧出の姿は失われた。 そして、大湯は1962年に、その他の6つは1997年に、文化財、観光資源として、市営温泉を人工的に噴出、流出させる形で復元された。熱海七湯は、以下の七つの源泉である、大湯完結泉熱海の完結泉。明治時代熱海温泉の大湯完結泉に大湯は、 世界の三大間欠泉とまで歌われていたが、明治以降の周辺でのランクス作で減衰して、自噴しなくなり、現在は人工の間欠泉として整備されている。かつては1日に何回も湯と蒸気を紛失し、江戸時代後期には1日8回を数えていたが、明治時代に入り減少した。1883年の記録では、昼夜3回ずつの紛失があった。 明治時代中期に自粉が止まり、驚いた町民は、物理学者の本田幸太郎に調査を依頼し、本田は、助手の寺田虎彦と共に復旧に成功した。この頃は日に平均4回8分の紛失があった。周辺の温泉掘削が増えた影響で1905年に、再び止まったため、新しい掘削を埋めて処置したが、1912年の、 ポーズ祝助調査時には1日平均2回3分に減少していた。その後、関東大震災の際に再び自粉が始まったが、昭和初期に再び自粉が止まった。その後、1962年に人口の間欠線として整備され、現在に至っている。大湯間欠線の傍らには、日本最初の電話ボックスが再現されている。また、外、 イコール黒人として記録に残る中で初めて富士山頂に達した幕末期の中日イギリス公使ラザフォード・オールコックの記念日と彼の愛犬で道登山に同行し帰路に寄った熱海のこの大湯間欠泉で大やけどを追い道地で亡くなったスコティッシュテリアのトビーの墓所がある大やけどを追ったトビーは地元の人々から手厚い看病を受けたが その会もなくなくなってしまった。墓所は、これを悲しんだ地元の人々によって混流されることとなり、オールコックはこれに感謝したと伝わる。墓碑には、プア・トビーと記されている。熱海温泉では410本の源泉があり、枯渇、休止などを除くと250本前後が利用されている。宿泊施設やマンションの自家源泉のほか、市営温泉が59本あり、 市営温泉がカバーしていない地域の地元町内組合による井戸も見られる。規定の温泉料金をしもしくは温泉組合に払うことで一般家庭にも温泉を引き湯できる。すべての源泉に名前がついており、百番台までは主に武家屋敷や庄屋や有力商店の名字が付けられている。その後は主に旅館設立者の名字や旅館名が付けられている。 熱海温泉源泉一覧表、明治時代の熱海温泉全図、大正時代昭和時代2011年熱海は、歴史的にも古い温泉であり、およそ1500年前の人間天皇の時代、海中から熱湯が吹き出し、魚がただれ死ぬのを、金剛のものが発見、以来、熱い海であることから、熱海と名付けられたとされる。また、天平法事の頃に、 箱根権限の万干商人が、この暑い海のために不良に苦しむ漁民たちを救済すべく、祈願により、源泉を海中から現在の山里に移したという伝説も残されている。江戸時代初期の慶長9年、徳川家康が7日間当時で投流した記録がある。以来、徳川将軍家御用達の名刀として、名を馳せ、徳川家光以降に、熱海の湯を、 江戸城に献上させる、ご給油を行わせた。明治以降は、文人木閣が多く訪れ、また多くの作品がこの地を舞台に描かれた。最も代表的な作品は、尾崎紅葉の金色夜舎であり、この作品によって、熱海の名は、全国的に知られることとなった。国道135号沿いに登場人物である、寒一、お宮の像がある。他に、 長いカフの、冬の日や林文子の、渦潮などがある。1936年7月1日には、熱海町営温泉が発足。戦後の混乱期はパンパン町が形成されていた。その後熱海大火で、大きな被害を受けるが、昭和30年代は、新婚旅行の代表的な行き先で、白いドレスに、白のスーツケースを持った、それと明るいアベックで賑わった。 昭和40年代は高度経済成長期の影響で団体旅行を誘致するようになり宿泊者が年間450万人を突破。バブル時代は土地の高騰、新幹線通勤の広がりに伴い高額所得者が熱海に温泉付けの自宅を構えて東京都内へ新幹線通勤する光景も多く見られた。しかしバブル崩壊で企業の保養施設や 団体旅行が衰退し、それに1990年代前半に発生した伊東沖での群発地震が追い打ちをかけ、観光客が減少。2006年には、熱海市が財政危機宣言を出した。このため地元の有志が活動を開始。熱海駅と旅館、ホテル街を結ぶ位置にある熱海銀座商店街で増えた、空き店舗を東京からのーターン車や地元住民、 死が、青空市開催と、意欲ある店主の誘致、業態転換などで再生させた。こうして、長期低落傾向が2011年をそこに反転し、熱海復活として注目されている。首都圏の西隣で、新幹線駅がある元々の有利さは健在で、旅館、ホテル業界も花火大会などで、個人、小グループ客にとっての魅力向上に努めたことも、走行した。 かつて、熱海温泉が日本を代表する、歓楽温泉として、映画を誇ったことから、他地方の同様なあるいは有名な温泉街や、温泉郷が、まるの熱海と宣伝したり、そう呼ばれたりしたことがある。これらの温泉街も熱海温泉と同様に、バブル経済の崩壊、レジャーの多様化などの事情により、客離れが進み、現状の温泉街を表して、 かつて、〇〇の熱海と呼ばれた温泉は、との文脈で語られる例も見られるようになった。その一方で、山陰の熱海を名乗る海景温泉のように、否定的、消極的な意味を伴わず、普通に宣伝文句として用いている例もある。特殊な例として、万代熱海温泉は、海遊寺の領主が、伊豆出身であることから釈明されたものであり、当地とのゆかりのある名称となっている。 閉館した施設、熱海市東海岸町1995年に、廃業。廃墟となっていたが、2003年に解体。熱海市崎見町急に1996年頃、解体され、マンション、熱海市ティビラ崎見町が建設された。熱海市田原本町4-16現在は、伊藤園ホテルの運営で営業中。 熱海市東海岸町12999年に、負債120億円で倒産。解体。土地は、競売にかけられ、万葉グループが買収し、ホテルを建造する予定であったが白紙となっている。熱海市先見町38、ソフィア熱海サスとなっている。熱海市昭和町4の2999年に、運営元の日本観光が、 負債192億円で倒産。その後は、熱海市の管理となり、一般公開されている。熱海市和田浜南町後301999年に閉鎖、その後廃墟となっていたが2016年に解体。熱海市銀座町1161999年に、運営元の SF 商事が、負債99億円で倒産。2006年に、 伊藤園ホテルが買収し、営業再開。熱海市銀座町13181999年に、運営元の SF 商事が、負債99億円で倒産し廃業解体。マンション、霊便利ぞしや熱海が建設された。熱海市東海岸町11241976年11月30日に、火災があり、消子事故が発生。2000年に倒産。 2007年頃に解体され、マンション、ゼファー・熱海ビーチタワーとなっている。先見町469東京都職員保養所であったが、2001年5月末に、閉業。その後、ホテルアイオラとして、リニューアルオープンしたが再度閉業。現在では、夢色派として営業中。タワラモト町212001年6月末に、閉業。解体され、マンション。 レアージュネ海が建設された。東海岸町6452001年11月末に、閉業。2005年頃に解体され、複合ビルアウネアタミが建設されたが建設途中で倒産し、10年、放置された後2020年に、外国資本の、アタミパールスターホテルとして開業。アタミ市東海岸町232001年12月で、廃業。 解体され、マンション、デュピアアタミとなっている。アタミ市東海岸町7 2 0 0 2年頃に、倒産。2006年頃に解体され、2012年に、会員制ホテル、東急バケーションズアタミが建設された。アタミ市昭和町1 3 3 2 0 0 4年11月、負債31億円で倒産。その後、伊藤園、ホテル系列となり、営業再開。 熱海市東海岸町392006年5月末、負債46億円で倒産。その後、オリックスの資本参加の下、営業再開している。熱海市梅園町一の一伊豆箱根鉄道が、運営するホテルであったが、2006年8月末で、閉館。2010年頃に解体され、マンションとなっている。 熱海市梅園町21-7-2008年1月15日、閉業。現在は、株式会社第一交渉の運営により宿泊施設、歌湯の宿熱海式ホテルの名で営業中。熱海市和田浜南町7-2008年5月、負債23億5000万円で破産。その後同年に、伊藤園ホテルにより買収され営業再開。 熱海市上宿町一岡本グループ倒産に伴い、2010年に閉鎖。その後解体され市の公共施設が建設予定。東海岸町11192010年に倒産廃業。現在は新館を自動車学校の合宿免許施設としている。和田浜南町392010年11月、負債21億5000万円で倒産。 その後、伊藤園ホテルの参加となり営業再開。熱海市先見町八三2 0 1 1年11月、負債17億円で倒産。その後、大江戸温泉物語が同ホテルを買収し、大江戸温泉物語熱海として営業再開。熱海市東海岸町649南米ホテルの別館であった。二千十一年に南米ホテル倒産に伴い、 営業停止。放置されている。熱海市渚義佐町7-62012年1月末で、廃業、解体された後に、マンションとなっている。熱海市東海岸町12-40-2012年1月21日で、廃業、解体。1990年頃閉鎖。その後城南信用金庫保養所となったが、2014年頃に、閉鎖。 2015年より、熱海風雅としてオープン。ありがとうございます。